BBD バーグに入るトラムコルカタトラムとはインド、西ベンガル州のコルカタにあるトラムの名称である。西ベンガル州立のカルカッタトラムウェイズカンパニーによって運営されている。現役で運行されているものとしてはアジアで最古の路面電車である。1880年にイギリス領インド帝国の首都であったカルカッタで馬車鉄道として運行を開始した。その後、 蒸気機関車が導入されたりしたが、1902年から電化が開始された。以降、今日まで運行されており、近郊電車や地下鉄、バス、フェリーなどと並んで、コルカタ市民の足として親しまれている。現在、インドに残る唯一のトラムであり、27路線が運行されている。運賃は1等が4ルピー、または4.5ルピー、2等は3.5ルピー。 または4ルピー。なお機関は他のインドの鉄道と異なり、標準機である。ありがとうございます。